トレイ君が毎年この時期に作るパンプキンパイ、うーん、甘さ控えめで美味しいんだよね。こんばんは。前回の続きやっていきます。え、君らマジでサンゴの海に行ったんすか。バカすぎんだろ。おめえがさっさと行動を起こせっつったんだぞ。誰もバカ正直に海に行けなんて言ってねえよ。時間は有限、頭を使って価値のある使い方をしろって言ってやったんだ。水中で人魚と真っ向勝負するなんざどうあがいても勝ち目がねえ。わざわざ食われに行くようなもんだ。あの、もしかしてレオナ先輩たちはあの双子が人魚だって知ってたんすか。まあな。俺は去年の夏、水泳の合同授業でフロイド君が元の姿になってるところ見たことがあるけど、あれに水中で追いかけられたら一巻の終わり感あるっすね。だったら先に教えておいてくださいよ。事前の情報収集なしに勝手に飛び込んでいったのはお前らだろう。聞かれりゃ懇切丁寧に教えてやってたさ。そうそう、行動を起こす前はもっと用心深くならなきゃ。向こう水のやつはサバンナじゃすぐ飢えちまうっすよ。相変わらず意地が悪いやつなんださ。アズールのやつ、最初から邪魔するつもりで契約を持ちかけたってことか。当たり前だろうが。リーチ兄弟はアズール君の手下で、契約者から担保と代償をきっちり取り立てることで有名っす。契約の達成条件をクリアできないよう邪魔をしてくるって噂もね。なんて卑怯な奴らなんださ。こいつが負けたら俺様ずっとアズールにこき使われちまうのか。レオナさん、アズールのユニーク魔法はイッツアディール、特別な契約書にサインを取り付ければその対象から能力を一つ取り上げられる。しかも契約違反が生じた場合、違反者はアズールに絶対服従状態にされちまうって話だ。発動条件が難しい魔法ほど効果は大きいって言うけど、タチ悪いっすよね。取り上げた能力は契約書に封印されていて、アズール本人はいつでも使えるらしい。じゃあアズールが難易度の高い魔法を何種類も使いこなしてたのはまさか。十中八九、契約者から担保として奪った能力でしょうね。なんてやつだ。何から何までインチキってことじゃねえか。ユニーク魔法自体が超レベル高いんで全部インチキとも言い切れないっすけど。俺も能力を担保に取引したことはないからどういういくつかはよく知らねえが。それならレオナ先輩は何を担保に取引を。なんだっていいだろうが、思い出させるんじゃねえ。でだ、その特別な契約書がある限りあいつとの契約は継続する。だからアズールは言葉巧みに契約を持ちかけ、達成不可能な条件でサインをさせるってわけっす。アズールに勝つ一番の方法は契約しないってことだ。どうしたらいいんだ。バーガ、もっと頭を使えよ。自分より強いやつに勝つためにここがあるんだろう。だがそうだな、もし俺がお前らの立場だったら。だがそうだな、もし俺がお前らの立場だったら、まず何とかして契約書を破る方法を考えるぜ。でもあの契約書は無敵なんだぞ。はあ、お前ら本当に脳みそが小さいな。他人のなりすましとか詐欺にあっさり引っかかるタイプっすね。そもそもなんで君たちはアズール君の絶対破れないって言葉を素直に信じ込んでるんすか。え、でも攻撃はマジで効いてなかったし。
その場限りのパフォーマンス。言っちゃえばハッタリの可能性だってあるじゃないっすか。どんな魔法にだって弱点はある。魔法を封じる赤い坊ちゃんのユニーク魔法だって一見無敵だが穴はあったの。どれほど優秀な魔法師でも魔法は無限に使えない。だからアズールのイッツアディールがずっと無敵であり続けることなんてそれこそ絶対にありえないんだよ。あのイッツアディールも必ず弱点はある。海の中でリーチ兄弟に挑むより地上で契約書の弱点を暴くことを目指した方がまだ勝算は高いってことか。でもなんかそれって反則くせえな。あのねジャック君、意識高いのは結構すけど君ら地上でもアズール君たちに歯が立ってないじゃないすか。それはだいたいな。あいつらは何も知らない草食動物を騙して身ぐるみ剥ごって悪党だぜ。遠慮する必要がどこにある。卑怯だろうが場外乱闘だろうが契約が無効になりゃこっちの勝ちだろう。くー、さすがレオナさん、骨の髄まで卑怯者。言ったろ、俺はいつだって全力を尽くすってな。目には目を、歯には歯をか。よし、残り2日、全力でアズールに張り付いて契約書を破くチャンスを狙うぞ。じゃせいぜい頑張れよ一年坊主ども。え、あそこまで煽っといて協力はしてくれねえのか。なんで俺がサービスでヒントは与えてやったろ。あとはてめえらで勝手にやれ。じゃあな。ってわけで俺もここで三人とも頑張るっすよ。白状もな。珍しいっすね、レオナさんがあんなに助言をしてやるなんて。ああ、なんだかんだ素直な後輩は可愛いってことっすか。バカ、そんなわけあるか。一年坊どもをうまく使えばローサズしてタコ野郎の弱点を握れるかもしれねえだろう。まあそれほど期待はしてないが。なるほど、さすがっす、レオナさん。なんですって、監督生さんがレオナさんと。はい、どうやら契約者はサバナクローに転がり込んだようです。なるほど、それは少しばかり予想外の展開だ。どうする、閉めちゃう。いえ、レオナさんについては放っておいてもいいでしょう。敵に回すと少々厄介な相手では。早めに手を打っておいた方が。彼は基本的に怠惰なオスライオン、面倒ごとに首を突っ込まない主義だ。もちろん敵に回せば厄介という意見には同意ですが、それは相手も同じこと。彼も好き好んで僕と対立しようなどと考えないはずです。ヤブヘビにならないように今のところは触れずに置くということですね。かしこまりました。チェー、あいつ締めがいありそうだったのにな。二人とも引き続き監視を頼みましたよ。はい。無敵の契約書を破く方法を探す？いいじゃん、めっちゃ卑怯だけど。確かにそっちの方が望みはあるかもしれないな、卑怯だけど。うるせえ、もう卑怯だとか言ってる場合じゃねえんだぞ。それに卑怯って言うならアズールたちだって同じだろ。最初から邪魔するつもりで海の中に写真を撮りに行けっつってきたんだ。レオナ先輩は確かに卑怯者だけど頭は切れる天才司令塔だ。チャレンジしてみる価値はあると思う。なんか卑怯って言葉が飽和してきたな。水の中であの双子が追ってくる姿、今思い出しても身震いするんだぞ。速さ勝負。
水中でもマジカルホイールに乗れればぶっちぎれたのに。はいはい、そうですね。にしても人魚か。リーチ兄弟はウツボだったけど、アズールも海の中ではあんな感じなのかな。そういえばレオナ先輩はあいつをタコ野郎って呼んでたような。まさか正体はタコの人魚。海の中で足がいっぱい増えるとしたらウツボよりも強そうなんだぞ。だから海の中で戦わない方法を考えようってさっきから言ってんだろうが。あのビップルームの金庫がいかにも怪しいけどな。そうと決まれば早速オクタビネルに潜入だ。開店前の昼休みならまだ誰もいないと思う。行ってみよう。右よし、左よし、野郎ども、俺様に続くんだぞ。本当だ、まだ誰もいねえみたいだな。金庫は暗証番号と鍵の二重ロックか。かなり厳重だ。誰か来る。え、やば、隠れろ。せんま、ジャックでかいんだよ、お前。だと？ちょ、動くなって。さてと。さてと。あれは俺たちと交わした契約書。やっぱ金庫にしまってたんだ。1枚、2枚、3枚。あいつ札束数えるみたいに契約書数えてニヤニヤしてるんだぞ。陰湿な趣味だな。うん、そろそろ戻りますかね。もう少しで見つかるところだったんだぞ。待て、見ろ、テーブルの上に1枚契約書が置きっぱなしになってるぞ。マジか、ラッキー。拝借して破けるかどうか試してみようぜ。アズールのやつ意外とおっちょこちょいなんだぞ。どれどれ。おやおや、電気ナマズの攻撃でも食らったかのように震えて無様ですね、皆さん。てめえら、気づいてたのか。当たり前でしょ。机の下から丸見えでしたよ、そのふさふさの尻尾がね。どうやら君たちは契約書を盗もうとしていたようですが、実は僕以外が触れると電流が流れる仕組みになっているんです。残念でしたね。そこまでするか。言ったでしょう、僕の契約書は絶対に破くことはできないと。こいつらバカじゃん。なんで結果が分かりきってんのに挑んでくんの。フロイド、そんなに笑ってはかわいそうですよ。彼らなりにない知恵を絞って頑張っているんですから。大事なものを盗もうとする悪い子にはお仕置きが必要ですね。二度とこんなことを考えないようにしっかりしつけなくては。順番にゆっくり締めてあげるからね。来るぞ、お前ら。なんて不幸せな人な。力と牙以外の戦う術はある。俺もそうする。心が痛む。いい顔するじゃん。かかってこい。痛い。はい、正解だ。お前は俺の手の内だ。お気に召しました。お寝坊だ。楽しもう。さあ、どうだ。いいぞ。あるね。
力になりますよ。何やってんの？ほら熱くなるのは得意じゃないんだ。強いのか。これに懲りたら契約書を盗もうなどと考えないことです。それより早くアトランティカ記念博物館に行った方がいいんじゃない？タイムリミットは明日の日没まで。もう時間がありませんよ。ま、今から俺らにボコボコにされて保健室で寝てたらもうタイムリミットかもだけどね。また来るぞ。くそー、召喚魔法は得意じゃねえけど、いでよ大釜。おま、僕の真似するな。昨日も言ったじゃん、そんな当たんねえや。バインドザハート。フロイド、どこに向けて魔法を打ってるんだ。金庫に向けてそらすやつがあるか。あ、ごめん。あ、扉に傷が。ダイヤルや蝶使いはバカになってないな。よかった。ユニーク魔法を考えなしに使うのはやめろといつも言ってるだろ。何度言えばわかるんだ。ごめんって、ちっせえ傷がついたぐらいでそんな怒んなくてもいいじゃん。壊れてからじゃ遅いんだよ。二人とも落ち着きなさい。さもないと彼らが逃げちゃいますよ。え、今がチャンス。あばよ、なんだぞ。待ちなさい。ジェイド、フロイド、応援。なんか怒られてテンション下がった。そんなことを言ってる場合か。お前はなんでそんなに気分屋なんだ。アズールこそなんでそこまでカリカリできんの。いいじゃん、金庫が壊れたって契約書は無敵なんでしょ。お前は僕にずっと契約書の束を背負ってあるけどでも言うのか。いけないいけない、またフロイドのペースに巻き込まれていました。ジェイド、これからも彼らの監視とフロイドのお守りを怠らないように。かしこまりました。あー、つまんね。午後サボってどっかで昼寝しよう。はあ、やれやれ。はあ、ヒヤッとしたな。もうジャックがでかいから。お前らより鍛えてるだけだろうが。それに狼はもともと体がでかいもんなんだ。あの契約書、破れないどころか触れもしないと。今日のところはここまでか。貴重な一日を棒に振っちまったんだぞ。本当に破る方法なんかあんのかよ。ん？お前は角太郎。角太郎とはまさか僕のことか。この僕を角太郎とは。本当に恐れを知らないと見える。まあいい、好きに呼べと言ったのは僕だ。その珍妙なあだ名で僕を呼ぶことをお前に許す。ところでここ数日この寮の中が騒がしいようだ。お前たち以外にも寮生が。何？アーシェングロッドと取引を。なるほど、そうか。ではきっと明日の日没後にここはあいつの所有物となり、騒がしい生徒たちの社交場となるだろう。何やら意義がありそうな顔だ。お前が負ける前提で話しているのが気に入らないか。ところで
この寮の壁には見事な彫刻のガーゴイルがあるな。ガーゴイルというのは一見まがまがしい姿をした怪物の彫刻に見えるが、実は雨水が壁面を汚さぬように作られた雨どいの一種なんだ。見た目こそ恐ろしいが、あれらは屋敷を大切に慈しむ存在ということだな。目に見えるものとその実態は時として真逆なこともある。この場所が舞いを騒がしくなるのは僕も遠慮願いたい。せいぜいあがいて寮を守ってみせるがいい。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。